こんにちは、トイズガオです。はい、前回ですね、食玩の VS ビークルライトを、こちらのルパレンパドレンのチョコで当たるキラキラメッキ仕様の VS ビークルライトに改造しようということで、前回まではね、こちらのトリガーマシン1号のライトをトリガーマシンスペシャルに改造が完了しまして、音声を鳴らしたりねしたんですけども、そしてこちらのレッドダイヤルファイターをですね、シルバーに塗装したんですけども、その後ですね、この赤いクリアレッドのスプレーをね吹き付けようというところで、そのね、前回撮影してシルバー塗装をしてですね、乾かしている間にクリアレッドのスプレーをね注文したんですけども、だいたい次の日には来るはずなんですけどもね、今回は次の日に来なかったので一旦撮影ストップしまして、とりあえずね、このトリガーマシンの方が完成したというところまでで、区切りまして、で今回そちらね後編となります。これがヨドバシカメラさんから来ました。スプレーが来ました。こちらね、ミスターカラースプレーのクリアレッドなんですけども、このね、これはまあメッキなんでね、綺麗なんですけども、まあね、いろいろ塗料とかね、何も試さずに買うと、まあやってみて、ちょっとこれ色味が違うなとか、そう思うことがあったりするかもしれないんですけどもね、果たしてこの、深みのある赤い色がね出るかどうかというところなんですけどもね、まあとりあえずねこれしかないんで、まずは吹き付けてみたいと思います。それでは塗装開始です。はい、ということでね、クリアレッドをねスプレーしましたけども、結構弾きますねこれ。ちょっとこの辺がねうっすらシルバーがね出ちゃってますけども、まあ、この辺の平らなとこはね結構食いついてるんですけどもね、この辺のごちゃごちゃしたところが割と弾いちゃってですね、でこのダイヤルのところもねやっぱ塗料が入っちゃって固まっちゃったんで、もう動かせないです。はい、このようにね、まあツヤは出たんでメッキっぽいといえばっぽいですけども、まあ、一応この真っ赤になったので、まあ、あとはシールを貼って、ここにね、エンブレムのシールを貼って、認識プレートをつけて、完成です。はい、まずは認識プレートをつけていきます。はい、続いてシールを貼ります。シールはね、ここの、このルパンレンジャーのマークだけカットして貼ります。はい、これでスペシャルダイヤルファイター完成いたしました。はい、まあほぼほぼこのようにねキラキラメッキバージョンに近づいたんじゃないかなとは思いますが、まあダイヤルはね回せなくなってしまいましたけども、まあ、飾っとくようにはいいかなと思います。まあ、あとちゃんとね VS チェンジャーで専用の音が鳴りますんで、これからね鳴らしていきたいと思います。はい、こちらがルパンレッドに変身する音声が鳴る
認識ピンの配列なんですけども、こちらをですね、ここの右下のところを削ってですね、あとこれ4つ、で真ん中のところに1個取り付けて、真ん中の列は3つとも必要なので2つ追加します。そして最後に左の列は2つなので下のところに1個配置します。割とこれ難しいですね。この取り付けのところもね、4つ取り付けなければいけないので、ちょっとでもね、ずれると認識しないので、これもね、注意深く、ちゃんとした配列にしないとダメですね。それでは VS チェンジャーで音声確認をしたいと思います。はい、こちらもね、回答ブーストとなりました。はい、こちらも同じように、一回戻して回転させると出撃遊びができます。出撃音もスペシャルとなっております。はい、ということで今回は食玩 VS ビークルライトのレッドダイヤルファイターとトリガーマシン1号をルパンレンジャー VS パトレンジャーチョコの、大当たりでもらえるキラキラメッキ仕様のトリガーマシンスペシャルとスペシャルダイヤルファイターに改造してみました。はい、まあこのようにね、遠くから見ればなんとなくこのようにね、見えなくもないんで、見た目はまあまあいいかなと思います。そして VS チェンジャーとの連動音声も、完璧だったと思います。こちらのねピン配列の方は、クレーのジョーさんの YouTube チャンネルとかブログとかを見ていただくと配列はね解析していらっしゃるのでね、今回もね、こちら配列はそちら、クレーンのジョーさんのブログなどを参照させていただきました。誠にありがとうございます。そのクレーンのジョーさんが解析した配列にスペシャルという項目があったんで、このね、パトレンジャー用のスペシャルと、ルパンレンジャー用のスペシャルの配列をね、その通りね、配列を組んでですね、VS チェンジャーで鳴らしてみたら、そのままね、スペシャルの音声が鳴ったので、まだね、これが当たって届いた方っていうのはいないと思うんで、どのような音声かはわからないんですけども、多分これなんじゃないかなと思います。ここにね、スペシャルって鳴ってるように書いてありますんで、多分スペシャルで間違いないと思います。まあ、間違ってたら直しますんで。言ってください。まあこのようにですね、まあルパレンパトレンのこの VS ビークルの方のね、配列の変更とか改造とかね、あのビルドドライバーのフルボトルのようにそんなに難しくはないなと思いますね。まあ、9個のピンの配列をね変えるだけなんで、まあ長かったりとかずれていたりとかね、そういうのがないんでね、フルボトルよりはちょっと簡単なんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、今回ねこちら成功したのでね、またこのようにね、まあ、入手困難なものとかそういったものがある場合は作っちゃいたいなと思いますね。はい、ということで以上トイズガオーでした。It's a bird!
とうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。